史上唯一選手権を3度獲得した木村正彦日本柔道選手権大会はかつて日本で開催されていた柔道の大会。行動館主催、朝日新聞社講演。1937年開催の第7回大会全日本柔道選手権大会として第1回大会は1930年に東京で開催されて以降。 昭和天覧試合との兼ね合いで開催が見送られた1933年と1940年を、除きほぼ毎年開催されており、同じく毎年ないし、各年で開催された、明治神宮大会や不定期に開催された昭和天覧試合と並び、当時の柔道家にとってはビッグタイトルの一つであった。この大会は、かの寺五郎の草案によって開始されたもので、 柔道団体自らが主催する全国規模の大会という点で、明治神宮大会や天覧試合と比べ特筆される。大会は専門選手と一般選手の2つに分類し、1938年の第8回大会まではさらに年齢別に、壮年前期、壮年後期、青年前期、青年後期と4区分していたため、各大会とも8人のチャンピオンが存在していた。 この区分制度は、可能時頃を曰く、力の釣り合いを考慮してのものであったが、選手権という特性上チャンピオンは一人で、あるべきという風潮が高まり、1939年の第9回大会と1941年の第10回大会では、日本柔道選手権大会と解消されるとともに、年齢別制が廃止された。太平洋戦争の影響による集団期間を経て、 戦後の1948年に当大会の流れを組む全日本柔道選手権大会が開催された際には、さらに専門選手、一般選手の区分が廃止され、唯一無二の全日本チャンピオンを決する大会となって、今日に至る。この大会に先立ち、1938年の第8回大会までは、府県単位の一次予選と全国を、 左表の通り8ブロックに分けての2次予選が行われ、それぞれブロックの8人の優勝者が選手権本大会に出場していたが、年齢制度が廃止された第9回大会と第10回大会は予選も不遍単位のみに変更されている。選手権本大会は主に2日間にわたってトーナメント方式で争われ、早ある優勝者には優勝期の他勝敗、賞状、記念品が贈られた。 なお、柔道の競技大会としては1929年の昭和天覧試合で初めて判定制度が導入されたが、当大会では判定による決着は取り入れられていない。そのため、時間内に勝敗がつかない場合は3、4回の延長の末、決勝戦以外は抽選によって決し、決勝戦の場合は優勝を預かりという扱いになった。 出場者名左のは優勝は、準優勝は、第3位を表す。優勝預かりとなった、専門少年前期、同青年後期のプロを除く6名の選手権、獲得者たち優勝預かりとなった、一般青年後期のプロを除く7名の選手権、獲得者たち。ありがとうございます。